どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。さあ今回から、また KC ファースト突破シリーズの動画をね、やっていこうと思うんですが、KCGT ファースト皆さん突破しましたでしょうか。私もまあ一応頑張って突破したんですけども、まあいろいろなデッキで突破できるんだけども、やっぱりその環境デッキで突破しても面白くないっていうことで、僕あまりセカンドステージにあんま興味ないんですよKC カップのね。なんかよくわからん、なんか意味わからん環境外デッキでファーストステージを突破するっていうのがまあ一応まあ日課となってまして、でまあそのシリーズのまた動画になってるんですけども、今回はディスコードでね、まあ、環境デッキ、環境外デッキ、いろいろ貼ってくれるんだよ、みんな。その中より、ポムーさんという方が、まあ、作成された、ブロックドラゴンと愉快な仲間たちデッキ。岩石ライロ、まあ、デッキ名難しいんだよな。っていう、まあ、デッキがあるわけですよ。これがね、見たことないでしょ、ギミック。ちょっと、何するか分からなくないですか、これ。パッと見。強いんですよ。強いんです。強いんで、僕もこれ今回使わせてもらって KC ファースト突破したんで強さは保証します。ものすごい展開力を見せてくれます。ものすごい展開力、相手の妨害1人3枚くらいだったらもう全然踏み越えていけるぐらいの展開力があって、で、まあ、どうやって展開しようかっていうと、墓地から除外して特殊感できるモンスター結構多いんですね。ギガンテスとか、タイタンとか、こういう地属性のモンスターなんだけども、こういうモンスターが結構特殊感できるよと。で、プラスブロックドラゴンも特殊感ができるモンスターなんだけども、こういうもので特殊感をまあバンバン使っていくと。で、バニモンスターを並べて、で、チューナーモンスター、特殊感できるチューナーとか、ライデンとか、この辺のモンスターを使って、シンクロ召喚のモンスターをエースにしながら、戦っていくっていう。まあ、要は相手の妨害も踏み越えるっていう感じですね。ブロックドラゴンとか、こういうモンスターたちで。で、ブロックドラゴンはフィールドから墓地をやると、レベルの合計が8になるように、岩石族モンスターを、デッキからサーチできるよっていう効果を持ってるんで、これでギガンテスまた持ってきたりとか、できるんですよ。これが非常に相性がいいっていうのと、あと除外から戻ってくれて、このジャイアントレックス。これもやっぱ一番その相性がいいモンスターだと思うんですよね。岩石族デッキと。例えばライデン出して、除外し、ジャイアントレックスと一緒に除外して、ブロックドラゴンを、で、ブロックドラゴン特殊化されながら、ジャイアントレックス戻ってきて、みたいな。で、8シンクロして、スクラップ出して、スクラップのコストにブロックドラゴンをすると、ブロックドラゴンって、効果で破壊できないんですね。だから戦闘以外で破壊できされないんですよ。だからノーコストでスクラップの破壊が打ったりするんで、実質めっちゃ強いと。このね、ブロックドラゴンがキーポイントになってきて、であと8と1でもちろんドラゴンバーミリオンとか出せるんで、まあ、とても相性がいいという、まあ、ギミックになっています。まあ、ちょっと動かし方はね、見ていただければいいかなと思うんで、早速ね、宇宙を皆さんに、お見舞いしていきたいと思います。デュエル、さて、それでは圧倒的展開力をお見せしましょう。あー強っ強っ、バカ強い。結局芝刈り系なんだよな。芝刈り引いてる時マジ宇宙なんで。ドロー、なるほど、芝刈りを発動。ダルー、なんだろうな、これコズミックサイクロンかオーバーフローかちょっとわかんないけど、なるほど。何が特殊感できますか？なるほど。結構じゃな。ですね。一回ブロックドラゴン出すか。ブロックドラゴン出しましょう。ジャイアントレックスは除外すると戻ってこれるんで。ですね。墓地コストちょっと置いとこうかな。ブロックドラゴンいいや。こうして、ブロックドラゴン特殊召喚していく。これオーバーフロー効かないんでね。ジャイアントレックスは戻ってこさせましょう。こいつは除外された場合に、特殊召喚できるっていうね。まあ、よく OCG とかだとよくね使われてるんですけど、ブラックドラゴンとのコンボでひたすらにリンク召喚の素材になるっていうね。で、グローアップバレブ発動して急シンクロは一回しに行こう。さあ、まずは1回目ドラッグオンバーミリオンをシンクロ召喚。さあ、あとはこれ手数でご利用します。ドラッグオンバーミリオンシンクロ召喚し、ドラッグオンバーミリオンはブロックドラゴンの効果発動。フィードから墓地を加えた場合、レベルが8になるようにデッキから地属性モンスターを手札に加えることができる。
と祈願テスト、これがね、この、ね、特殊召喚できるモンスターがめっちゃ強いんですよね。打点としても優秀で、さあドラッグオンバーミヨンの効果を発動、墓地のチューラーモンスターをゲームから除外し、相手の魔法トラップカードもしくはフィールドのモンスターを一体破壊する。さあまずはその多分オーバーフローかなんかなんじゃないかなと思うんだけど、それを破壊させていただこう。よーし、いいだろう。さあサイバネティックオーバーフローが破壊された。さあ何を除外する。サイバードラゴン除外、いいだろう。灼眼の銀竜の効果発動、除外されているチューナーモンスターを手札に加えていく。あー、オッケー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 。あとはあのモンスターを処理して打点を4000以上作ればいいだけなんですよ。なのでまあ結構簡単なお仕事ではあるんですけど、まずは援軍発動、墓地コスト増やしながら赤いドロード落ちた、めちゃめちゃ強い。はい、でライデン召喚、ライデン効果めちゃめちゃ強いなこのデッキね。初進化していきましょう。スクラップドラゴン特殊召喚していこう。で、はい、でだ、スクラップドラゴンの横にブロックドラゴン特殊召喚していきましょう。これはですね、こうですかね。これ何が起きるかっていうと、ブロックドラゴンは効果で破壊されないんで、ノーコストで相手のカードを破壊することができちゃうんですね。はい、最強。はい、最強、強すぎ。ギガンテスいいや。で、地属性モンスターをゲームから除外して、ギガンテス特殊召喚。はい。で、カード1枚セット。バトルフェイズ。クリボールはありますかと。で、すごいでしょ。この展開力なんですよ。1、2回の妨害ではこのデッキは止まりません。さあお相手の方、ジャック・アトラス選手、よろしくお願いします。デュエル3倍、援軍から入れんのは強い、援軍から入れんのは強い。ああ、まあそこそこ強いですね。で、ライデン召喚、これやっぱライデンから入ってもなんか展開できそうってのは強いですよね。 OK、 いいでしょう。まあ防御とかたくさん落ちてるんで、まあ多分死ぬことはねえかなっていう感じするんですけど、うん、死ぬことはないだろうね、さすがに。でブロックドラゴンが多分まあ次のターンは出せると思うんで、まあブロックドラゴン出して、それでまあシンクロ召喚につなげていくって感じでしょうか。ほう、いいだろう。あー、知らないか、なるほど。あー、ちょっとね、若干苦手なのはホムラガミ、ホムラガミがちょっと苦手ですね。一応ブリューナクっていう回答は入ってるんですけど、あ、それからあれね、裏側にする、タックルセーダー、日大タックルセーダーで裏向きにしてから破壊するっていう一応必殺技があるんですけど、それがちょっとデッキ内で若干苦手ではある。表側のまんまだとちょっと処理できないんで、シンクロモンスターだけだとね。ブリューナクはまあ止められるし、っていうかあれレベル重進行しないんだ、レベル上昇じゃないのかなこれ。これ止めた方がいいんじゃないかな。こっちシチューナーは残しときましょうか。助けるとも一回止めましょう。レベル重心、レベル上昇じゃないのか、レベル上昇、あれキングって覚えるんだっけ。キング覚えるよね、レベル上昇。で、控えの援軍、ごめんちょっと覚えなかったらごめんいちいちちょっと分かんねえや、スキル誰が何覚えるかちょっと把握してねえよ。でだ、いやこれはまあまあ、こういうことがね、これがホムラガミであっても一応これ裏返して破壊するっていうことは一応できるんで、はい。で、効果でまた墓地肥やしていく。さあ、あとは圧倒的この墓地のアドバンテージを使ってひたすらに手数でゴリ押していくっていうだけなんだけど、順番難しいな。こっちかな。で、ここと、ここと、ここですかね。これ、こうして、はい。でブロックドラゴン特殊召喚で除外されたジャイアントレックスの効果を発動、除外されたジャイアントレックスは、フィールドに戻ってくる。で毒球部隊はブロックドラゴンには効かないということで、あ、煉獄か、なるほど、煉獄の落とし穴でブロックドラゴンが破壊される。これ効果発動するよな、これ効果発動するよな、するよな。 OK、 ブロックドラゴンがフィールドから墓地を変えた場合の効果発動、レベルの合計が8になるようにデッキから岩石族モンスターを手札に加える
これすごくない、これどんだけアドバンテージ稼げるのこのモンスター、やばいだろ。もう一枚なんかあるね、もう一枚なんかあるね、もう一枚なんかある。ちょっともう一回ブロックドラゴンするわ。もう一枚なんかある、もう一枚なんかある。こうかな、ちょっと難しいな、除外するのどれでもいいんだけど、まあ、こうか。1枚持続性があれば特殊召喚はできるんで、ギガンテスト、ギガンテスさんは。でスクラップドラゴン出して、でこれでノーコスト破壊をしたいなっていう風に言うか。これ1回バックかな、まあなんか打ってくれるんだったら別にいいけどね、なんか打ってくれるんだったら別に。あーオッケー、了解。毒気部隊効果、間違えろ間違えろ、あそっちか間違いはしねえか、まあいいや。でギガンテスよりもアサシンでいいか、アサシン召喚、アサシンの効果は使えないか。でこれでこうしてギガンテスで贋作しようか、贋作の贋作の鬼丸を出していく。おいで、さらにギガンテス出していく。あ、最強、強すぎる。ほら、フリーボール投げれるもんなら投げていろよ。これがこの手数やばくないっすか、岩石で強すぎるわ。さあお相手の方、名前なんだっけな、あの人の名前ちょっと覚えておりません。ライデンアサシン、ライデン召喚。さあライデン効果、ここで防御打落ちてほしいな。あ、ブロックか、ブロックはいいな、ブロックはいいぞ、ブロックはいい。ブロックドラゴンの効果発動、あーこれ除外するしかないか、前かましょうがないか。でこうしてでブロックドラゴン特殊召喚で、ジャイアント X 特殊召喚、シンクロする必要あるかな、別にないやん、シンクロする必要ない気するんだよな。これそのまんまエンドって、そのまんまエンドする方が強そう。エンドででライデン効果で、いやーなるほど、まあできればねタスケルトンかカイトロイドが落ちてくれるとありがたかったなっていう感じなんですけども、移動取りでのギアゴーレム誰、800ライフからってこのカードは、相手プレイヤーに直接攻撃ができる。なるほど、え